え皆さん、こんにちは。ふんだけんです。えー、今は、えー、オーストラリア、ブリスベンに着きました。えー、このオーストラリアですね。えー、僕が、えー、14歳、15歳の頃ですね、ちょうど、後か高校1年生、中学3年生ぐらいだから、ちょうどもう本当に30年前、あ40年前の話ですけど、えー、オーストラリアとロサンゼルスにホームステイのプログラムがありまして、えー、そして、 えー、その時にですね、えーまあ、英語を勉強したいと思ったもんですから、行ってみたいなと思って、確か42万8千とか、そんなんだったんですよ。高まあ、当時、まあ、今でも高いですよね、えー。そんな感じの、えー、そういう,こうチラシを見て、で、すごいワクワクしたんですけど、それを母親のに見せたら、えー、お父さんは機嫌のいい時に持ってきなさいというふうに言われました。それは、うちでは、まあ、もう、それは、じゃもう、却下ってことなんですよね。 まあそれから40年も経って、えー、このオーストラリアに来るっていうのを待ったというか、えー、なんでこんな40年を待ってしまったのかなというので、えー、今日はですね、そういうことを感じながら、えー、オーストラリアに到着しました。えー、誕生日にですね、こういう,こう自分へのご褒美というか、40年ぶりにちゃんと夢を叶うっていうのを、えー、当時のね、自分に 伝えたたいいいとうううかそういう気持ちで、えー、降りましたあとは、えー、まあ、イメージの中でですけど飛行機が着く時に父親と母親と一緒に、えー、なんか降り立ったようなそういうイメージでこの今回ですねこのブリスベンに降り立ちました。まだねでも感覚的にはオーストラリアにあの来てすごいんかこう オーストラリアに来たっていうことに関しては感動してるんですけど、まだなんかオーストラリアに来たっていう実感がなくて、まあその辺ね、あの空港であのカングルがぴょぴょんぴょん飛んでたら、オーストラリアに来たって感じがするんでしょうけど、あのー、まああとは人で、人の話し方ですよね。で、あの何かと話をした時に、やっぱりちょっとずつアクセントが違うので、まあそれで今オーストラリアに来た感じがしてるところです。さあ、えー、インスタの皆さんこんにちは。そして、えー、LINE の皆さんこんにちは。えー、Facebook ライブの皆さん。 て、えー、てくださってる皆さん、今いろんなプラットフォームがあるから、えー、大変ですが、えー、今日はですね、誕生日ということで、えー、そのこちらに着いたらですね、えー、夕方の5時だったんですが、日本時間で4時ぐらいかな。もう、めちゃくちゃいっぱいメッセージが来てて、全部をですね、とても見,見切れないというか、今ど、どこかな、100か150か見たと思うんですが、まだまだいっぱいあって、 まだほとんど、えーまあ、10件か20件ぐらいしか返してませんので、えー、今日はですね、また明日た、あたってゆっくり、えー、返信できたらというふうに思っています、えー。そして、この誕生日のこの1月前からですね、7月の20日から、えー、今、ヨーロッパを経由して、オーストラリアまでやってきました。この度ですね、世界一周をしようということで、もともと世界一周ってわけじゃなかったんですが、 え最初はですね、えー、7月の26日、7日、8日、このあたりに、えー、フランクフルトの郊外のケルンという街るんですけど、ドイツのケルンで大きな講演会がありまして、これ3年前に契約をして、えー、結構大きな金額の、えー、講演料で、えーまあ、すごい、まあ、8000人規模のです、ね、大きな講演会場で、えー、やる、まあ、講師として、えー、招かれてたんですね。 で、一回往復、ドイツ往復するっていうふうなことはまあ考えてたんですけど、えー、その飛行機を取ろうというタイミングになりまして、多分、そのヨーロッパ往復の飛行機を取ろう、取ろうと思った1週間ぐらい前ですかね、それぐらいの時に、オーストラリアの友人、オーストラリアとかアメリカの友人から連絡がありまして、オーストラリアでセミナーやるんだけど、県来てくれないっていうので、えー、正式にオーストラリアで講演をですね、頼まれました。 まあそれで、えー、オーストラリアの服っていうので、7月、8月と忙しいなと思ってたんですけど、いろいろ調べていったら、乗り継ぎの関係で、こうヨーロッパに行って、そしてまた今度、えー、オーストラリアに行ってっていうふうにすると、すごい飛行時間になるんですよね。で、ある人が、えー、それだったら世界一周チケットでぐるっと回った方が楽だよっていうふうに言われて、えーまあ、そういうこともあるのかなと思って、えー、それでですね、えー、調べ出したのが、えー、最初の、えー、きっかけです。 まあそこからですね、いろいろ調べていくうちに、西へ西へ回るっていう、そういう西のコースがですねあるということを教えてもらいました。まあそこでですね、この世界一周という、まあ一回やってみたかったんですけども、それをやることになります。まあ、世界一周っていうとね、なんかもう全ての国を回るっていうイメージがあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、この、あのー、 えっと、西回り、東回りのチケットがあるんですけど、えー、その、歳、えっ、ーえー、と、なんか、なんかルールがあるんですよね。一つの大陸まで何個とか、えー、5大陸、4大陸、3大陸のチケットとかあって、あの、調べてみていただくと、ね、面白いと思うんですが、えー、実は、えー、その、えー、世界一周料金ってすごく割安に設定してあって、えー、例えば、えー、好みで世界一周するの皆さんいくらぐらいだと思いますだから何十回も、えー、飛行機に乗ってよくて、 で、それで、えー、世界のいろんな都市を回っていく。なんか2、300万する感じがしませんか、えー、なんとですね、今エコノミーは30数万円で、えー、世界一周できるんですよで。ビジネスクラスでも100万円しないぐらいで、えー、一周できます、えー。ファーストクラスだとなんと100、えー、2、30万か50万ぐらいかな。それぐらいでですね、世界一周できるんですよね。で、なんかそうするとね、今アメリカの往復のサーチャージが10万円ぐらいするんですけど、 10万円ぐらいの,そのお金を払わなくちゃいけないのかなって、毎回乗るたびに。そうしたら、えー、飛行機チケットが30万だけど、サーチャージも30万とか50万とかするんじゃないかっていうふうに思うじゃないですか。でもサーチャージも含めてもそんな金額しないですよね。なので、えー、もう少ししたら世界資料金改定されると思いますけど、さすがに、えー。なんかね、今改定される前の段階なので、すごく割安にいけるという、そういう状態なんですよね。まあ、それで今、世界を回ってきました。 まあ簡単に僕はどういうふうな、えー、旅をしてきたかっていうのをちょっとね、皆さんにお見せしたいなというふうに思います。さあ、えー、さあ今、オーストラリアから生配信ということですけど、えー、7月の20日にですね、日本を立ちまして、そしてヘルシンキに行ってですね、それから、えー、その後、えー、フィンランドのヘルシンキで、 えー、それから次、エストニアという町に行きました。エストニアのタリンという町ですね。えー、こ,のこれも不思議な偶然がいっぱいあって、この,あの赤毛の、ね、女性、えー、ジャネット・アットウオトさんなんですけど、ちょうど誕生日会は日本で7月にありまして、えー、あの写真だと、ね、若く写ってますけど、73歳という信じられない、もうめちゃめちゃ元気な、えー、後期、高齢者のはずなのに、えー、僕より元気で、えー、もうすごい情熱の塊みたいな人なんですけど、彼女と話をしていて、 えもうぐる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 世界回ってるものですから、えー、今度どこ行くのっての日本だとどこ行くのっていう話を、えー、6ヶ月ぐらいだったかな、えー、ちょうどメッセージしてたらこのあとフィンランドに行ってそれからエストニアに行ってドイツに行ってアメリカに戻るんだよっていうふうなこと言われたんであエストニアってなんか聞いたことあるなと思ってたんですよねでそうしたらこの右の写真の方ですけど、えー、マインドバレーという僕は英語のあのー 英語でマネア EQ っていうのを教えてるんですね。あの海外在住の方とかは結構僕の広告とか、いろんな YouTube とかでご覧になったんじゃないかなと思いますけど、このマインドバリアがですね、世界中展開している一番大きなオンラインセミナー会社なんですよ。で、そこの年間10人ぐらいしか選ばれない、ひと1月1人ずつぐらいですよね。えー、もう少し最近絞ってんのかな。その先生の1人に選ばれまして、 2019 19年かなだから ?2020 年か、リリースは。えー、その時に、マネ AQ という講座をやって、今、えー、25万人ぐらいの人たちが受講してくださったんですけど、えー、そういうふうな、えー、この会社がエストニアにあるってことを思い出して、あ、そうだった、そうだった。あの会社、そういえばエストニアにあったぞと思って。 で、なんとですね、その、えー、ジャネットに、えー、一緒に行かないっていうふうに言われた日がですね、3週間にわたる大きなそのセミナーをやった最終日の,あのパーティーだったんですよね、えー。その最終日のパーティーに行くことができまして、で、まあ、あのいろんな偶然も重なって、いろんなすごい人たちと、えー、会うことができました。えー、そしてその後ですね、えー、あそう、なので、またこの今年の11月には、 ヘルシンキ、タリン、そしてタリンのどちらかでセミナー、講演みたいなのをするということに今なっております。さあ、そして次にですね、フランクフルト経由でケルンで、このグリエイターという大きな会社とですね、こういうスタジオで収録して、そしてこうやって可愛くお化粧させてもらってですね、この大きな会場でセミナーをやりました。で えー、これはですね、見てください、こんなロック会場みたいな感じで、野球場のですね、えー、こんな規模で、えー、やってるんですよね。8000人ぐらいの規模でやってたんですけど、誰もマスクせずに、えー、やってるということで、そんな感じでした。で、その、えー、本来の一番ですね大切なそのことをや,やった後に、このデュッセルドルフっていうところで、えー、今回はこの日本人の方たち対象に日本語でさせていただきました。 このですね、しげちゃん、ももちゃんカップルに助けていただきまして、このヨーロッパ中から、なぜかですね、今回女性が多かったんですけど、もうすごいパワフルな現地で、日本の名前に、あとヨーロッパの名前がついている方が結構多かったんですけど、もう10年、20年、30年在住の、日本在住のヨーロッパの方たちが来ていました。で、今回ですね、そういう形で、 この日本語でね、今回は講演させていただきたい、いただいたんですけど、面白かったのは、そのイギリスからいらっしゃった方、えー、ドイツからいらっしゃってる方、イタリアからいらっしゃる方、全然違ってて、えーまあ、考えてみたら皆さんもね、旅行行くときとか、まして住むとなったら自分の気質に合うとこじゃないと住みたくないですよね。だからドイツに住んでる人は比較的カッチリしてるし、まあ、イタリアの方なんか何かいらっしゃってるんですけど、みんなノリノリでもうすごい楽しい方たちなんですよね。 えそういう意味でイギリスとフランスはなんかまたちょっとそれぞれ感じが違ってて上品な感じでえそういう意味で面白いこう何て言うんでしょうねまあ文化人類学的には面白い研究ができそうな感じですねえ今え世界一周のこと本にずっと書いてきてるんですけどえベストセラー作家本田健が世界一周してみたえ世界一周旅行してみたっていうのでえビジネスクラスジュニアスイートの旅というのでえやっております 今日、もう僕は誕生日で、えーまあ、ちょっと一人でもったいないというか寂しいんですけど、えー、スイートの大きな部屋にお、えー、ります。えー、まあ、そうやってそのいろんなホテルもねあの今写真とか撮ってるので、えー、それぞれこういうホテル、ドイツの一流のホテルはこんな感じですよっていうのを写真もお見せしようかなと、ビデオも撮ってるのでね、ねまた YouTube なんかでアップしようかなと思ってるんですが、で、面白いんですけど、あのー 例えばアメリカに来て、ニューヨークとロサンゼルスと2カ所だったんですけど、特にロサンゼルスの方は、スイートに泊まってもお風呂がないんですよね。浴槽、浴槽が湯船がない。だから、そのシャワーが <laughs> やたらとくて、多くて、2畳ぐらいのめちゃくちゃシャワールームでかいんですけど、これだったらお風呂作ってくれようと思うんですけど、まあ、水不足の関係もあって、えー、なんてうんでしょうね。まあ、あとは習慣がないということもあって、えー、お風呂がですね、ついてないということがあります。今、オーストラリアに来て初めてっていうか、 初めて、久しぶりこの2週間ぐらいで、えー、久しぶりにお風呂のですね、すごく大きなのがありました。ので、この後ゆっくり入ってみようかなと思いますが、まあそういうあのドイツ、えー、そしてこの後スウェーデンにも行ったんですけど、まあこういういろんな場所にですね、行って、えー、面白いことを体験してきました。えー、これがドイツですね。さてと、えー。そして、 その後ですね、ストックホルムから、えー、ニューヨークに飛んだんですけど、これは6時間半ぐらいかな。ここういうのいたいこう、あの飛行時間で、なんて言うんでしょう、<laughs> その広、広さとか、えー、近さが分かると思うんですけど、えー、あ、違うわ。6時,半6時間半だ、6時もう少しだ。8時間ぐらいだ。それで、えー、ニューヨークからロサンゼルスが6時間弱ぐらいですね。 なので、ニューヨークから見た時には、ロンドンは8時間、カリフォルニアは6時間ぐらいだから、あんまり変わらないぐらいの近さなんですよね。なので、ヨーロッパとアメリカ、ニューヨークの方がすごく近いという感覚が、このすごく面白いところなんですよ。で、せっかくですから、このニューヨークのですね、ちょっと待って、ロサンチルスの前に、ニューヨークではですね、えー、ミギーさんという、 えー、今回の旅ですごく親しくなりましたけど、えー、最初ねクラブハウスでしか知らなかったんですがな何かあったらものすごい昔から知ってたような感じが、えー、あってすごい素敵な方なんですけど、えー、ニューヨークも大事夫長くて、えー、ニューヨークでもそのアメリカの中でもその日本人とか関係なく、えー、ジャズミュージシャンとしてもすごく活躍していて、えー、グラミー賞のノミネートされたりですねその一流の方たちと、えー、その 右ウンドっていうのを作ってで、そしてもうジャズ界にもうすごくグイグイ食い込んでるんですね。で、200人とか300人ぐらいそのトッププレイヤーがいるっていう話を聞きましたけど、まあ、そのうちの一人としてね、ピアニストとして、えー、活躍してるんです。で、この右バンドの方たちとですね、えー、今回、えー、ジャズのメンバーとが僕の後ろにいて、で僕がハッピーマネーについて英語でしゃべって、そして、あ,あの、 メ、えー、ギーさんがピアノを、えー、弾いてくれてでそして、えー、その後ジャズをやるという、まあ、ジャズのその、えー、コンサートと僕の公演とがんか2つセットになってるみたいなそんな感じのね、えー、やつなんです。<music> <noise> こんな形でね、えーっと、やってました。すごいでしょう。本当にね、その思い出に残る時間にしていただきました。で、えー、そのニューヨークのです、ね、活躍されてる方といっぱいお会いしたりして、その後、ロサンゼルスに行きました。で、ロサンゼルスはね、あ、これ、あれだな、ハリウッドのやつが入れてよかったな。うん、ハリウッドの えー、パラマウントピクチャーさんトップガンとかね、ああいうのの社長さんの奥さんが、えー、やっているその、えー、パーティーに、えー、お邪魔して、えー、そしてですね、もうめちゃめちゃハリウッドの、えー、そういう何て言うんでしょう、もうハイスクールミュージカルのなんか、あれのもうちょっとすごい派手なバージョンで、あのプールパーティーに招かれまして行ってきたんですけど、すごい面白かったですね。まあ、その ハリウッドの人たちがすごい自分を売り込んで、えー、もうプロデューサーの人と、それから俳優の人と、えーまあ、いろんな人が、えー、脚本家の人とかいろいろいるんですけど、まあ、そのファッションデザイナーとかね、そういった人たちが150、200人ぐらいかな、もうすごいこう密集しながらこう自分を売り込んでるんですよね。これが、なんとも言えず面白い空間でしたけどで、それを経てですね、えー、今度は、えーこん 英語で講演会をニューヨークに引き継いでですね、アメリカは両方とも英語でやってたんですよね。ロサンゼルスのノリさんという方がですね、アメリカ在住の長い方が、ホストして講演会をしていただきました。今回はですね、8割ぐらいの、8割5か9割ぐらいかな、が日本人、 といってももうあの20年、30年だから純粋に言うとあのもうアメリカ人ですよね。あのノーベル賞を取ったあの方たちがもうアメリカ国籍なんだけどなんかノーベル賞を日本の簡単に合意に入れてしまうみたいなありましたけどアメリカ国籍の方たちも結構多かったので、まあ、そういう意味ではやっぱりあれかなそのもうあの、えー、最近渡米した人たちではほとんどいなくても長い人たちですよね。ああとはまあ あ,のありがとう、リビングコミュニティって、英語のね、コミュニティの方たちも来てくれて、英語で話をしました。まあ、そのね、僕は留学体験がなくて、英語も独学で勉強したので、その20年、30年、あの、いらっしゃる方の前で、英語で話すっていうのは、すごいなんかドキドキしましたけど、なんかね、あの、こう、英語もあのちゃんと通じたというか、まあ、すごいたくさん皆さんに喜んでいただけて、 えー、冗談、用意しておいた冗談も結構受けて、楽しい時間になりました。ヨーロッパと同じで、そのニューヨークに在住の方と、まあ10年以上、例えば在住の人と、ロサンゼルスの在住の方って、やっぱ彼らが全然違うんですよね。あのー、ニューヨークってやっぱり東海外のイケイケのエスタブリッシュメントのところで活躍していくとか、乗せていくっていう人もいれば、ロサンゼルスはもう少しなんかこう、ふわふわっとしてて、まあカリフォルニアですからね、明るくて、 えっていうふうなんで、またちょっと全然違うんですよね。まあそういうその違いもあって、えー、とっても面白かったです。はい。さあそして、いよいよですね、えー、今ちょうどブリスベンに来て、ケアンズで、ケアンズの郊外の、えー、ポートダグラスというリゾート地で、えー、4泊ぐらいですね。えー、これ英語で。 世界中からいろんな投資家とかビジネスマンが集まっているコンフレンス、会議に出るんですけど、でそこで僕は、えー、ネットワーキングと、えー、1時間半ぐらい講演するんですけど、いやそれが終わって、またブリスメンに戻ってきます。8月31日、えー、今回ですね、ナオミさんという、えー、もうこちらの長い方と、旦那さんもさっき、えー、空港まード迎えに来ていただいたんですけど、見てください。こんなお花いただきまして。よいしょ。たらん ね、すごいでしょう。こんなお花を、えー、いただきまして、すごく今、部屋が、えー、いい顔になってるんですけど、えー、今回、えー、英語と日本語で、あ、日本語と英語か。先日本語のセミナーをやって、それから英語のセミナーをやるというので、えー、また2つ、えー、イベントなんですよね。えー、また違うタイトルで、えー、話させていただくということ、ダブルヘッダーですね。でなんと、その夜、<laughs> 深夜便で、えー、日本に帰るというふうな ンドになっています <laughs> さあそして、えー、今日ね誕生日ということで、えー、この一月ぐらいいろんなその僕の読者の人たちとか日本語も英語も、えー、僕が今まで、えー、やってきたそのまあライフワークというかまあその、うん、それに触れてどれだけ人生変わったかってそうですね多分100人もっとかな150人200人ぐらいに、えー、の方とお話しましたね。 えー、まあ、あのー、セミナーに来てらっしゃった方もそうですし、あのー、この間ね、その、えー、マインドバレーっていうのは、まあ、25万人の施設を見てますから、えー、その、すごいでかい会場に、1000人の、あのー、いる会場に行ったら、やっぱり、ケーンとかってなんかこう、言ってくれるんですよね。<laughs> で、その人えー、まとめられて、あ、実はこういう人生でこういうことがあってってことを、えー、教えていただいて、で、 英語の講演とかね、セミナーとかも大変だったけど、やってよかったなって、えー、つくづく思います、えー。今回もニューヨークであのジャズミュージシャンの方と一緒にやってたんですけど、隣のテーブルに、えー、僕の大ファンだっていう方がいて、で、えー、もうすごい興奮して、Ken h u n e r って言って、もうすごい黒人のおばちゃんだったんですけど、ガーッとハグされて、 もうあなたのおかげで人生がどれだけ変わったかって言って、息子さんがいらっしゃったんですけどね、まあもうずっと健さんの動画見てるよね <laughs> とか言って言って、あの確かにアイアイフォンのね履歴を見せてもらったら僕の動画がいっぱい流れてって。 で、あのー、まあ、彼女にしてみれば、ずっと最近、県本土にハマってるのに、その人がニューヨークのレストランに入ったら、日本にいるはずで、まあ、で、どこにいるかわからないけど、ふっと見たら本、本物がいるっていうので、えー、家族でね、僕の YouTube の動画を見て、あれ絶対本人だよね、って,ってで、それで、え、声かけてくださったんですけど、まあ、そうやってですね、あのー、見つけてくださって、いかに僕の本が、 考え方が人生を変えたのか。そしてもう今、弟も変わってて、弟さんもなんか一緒にご飯食べてたんですけど、すごく人生影響を与えてるっていうので、もう知らないね、そのニューヨークのその片隅のレストランで、あ、片隅のって言ってもそうそう、その、あの、打ち上げした店がですね、なんと、あの山崎匠さんの,えあの経営されてる、え、ー 共同経営者のお店に2、えー、次会に行ってたんですよ。これも不思議なご縁ですよね。えー、なので、その、えー、山崎匠さんのお店でそういうまた奇跡が、ね。山崎匠さんってあっさりあの、すごいことあっさり起きるって本書かれてますけど、すごいことがあっさりと、えー、その山崎さん匠さんの、えー、お店で起きました。まあ、ちょっと話しておりましたけど、まあ、そうやってですね、 あのー、ヨーロッパの人アメリカの人いろんな人たち、まあ、もちろんその日本の,あの日本出身の方たちともお話ししましたけど、えー、本を読んだことそして、えー、この考え方に出会ったことで人生が劇的に変わったっていう人たちにいっぱいいっぱいあってそして今日、えー、誕生日にもあの14時間飛行機時間があります飛行時間がありましたのでずっと考えてたんですけどいつも、えー、自分が生まれてよかったのかなとかっていうのは誕生日に思うことが多いんですけど。 今回、まあ、今日で55歳になったんですが、えー、本当に多分初めてぐらいかな、えー、自分で生まれてよかったなって <laughs>、自分でね、思えるっていうのは、えー、幸せなことですよね。これはだから、人を、なんていうんでしょう、人にたくさんいい影響を与えたからよかったなとか、そういうことじゃなくて、えー、ようやく自分が自分に OK を出せるようにな,なったのかなというふうに。 え思いま,すまあ本当にあの健全な両親のもとで幸せに育ったらもう12、三3歳からそうなっていると思うんですけどいろいろあったのでね55歳になってようやく自分に幸せになる曲を与えられている感じがします、まあ、特にね今日は14、13、4歳15歳ぐらいの時に英語を勉強したいなってオーストラリアとかロサンゼルスに行きたいなと思って行けなかった、えー、まあお金はあったはずなんですけどお金じゃなくてやっぱ家族の病ですよね 新しいことをするとか、海外に行くとかで、そういったことがダメだっていうふうな家で、そういう家族の、えー、好きなことをやらせないっていう、そういう、まあ,ある意味、まあ、病気ですよね。えー、そう、不健全なディスファンクションな家庭で育ったっていう、そういうのをようやく今、ほどき,ほどき始めていてもうね、あの急がないともう後がないんですけど、えー、そういうふうな感じで今、 いますでも今回ね飛行機降りるときに父親がこっちで母親がこっちで3人でせーので降りあのタラップからね降りたんですけどまあその時にね本当に自分が愛されてるなってこともいっぱい思い出しましたし本当にねこれは、えー、一言で言えないたくさんの感情が、えー、ありますねこれまた、えー、この週末ねオーストラリアで講演するときになんかなんか泣いちゃいそうですけど自分の中にある なんか最後のわだかまりというか、それがね、なんか解けた感じがしますね。本当に、ふだんね、こうやって皆さんに応援していただいている、えー、そういうのもすごい蓄積してるんじゃないかなというふうに思いますが、この,あのデ,ビューサイデビュー20周年特別サイトっていうのを作りまして、えー、皆さんのですね人生にどういう影響を与えたのかっていうのをぜひ教えてください。えー、皆さんの人生に触れて えー、どうなったのかっていうことをですね、ぜひこの、まあ、20周年という一つの、えーまあ、節目でですね、皆さんから教えていただきたいなというふうに思います。えーまあ、いろんなプレゼントも、ね、準備しています。ここに100名って書いてますけど、本当はもっといっぱいあげようと思ってますので、えー、一応ね、便宜上こういう,う少ないニーズにしてますが、えー、皆さんの、えー、からのですね、メッセージとかエッセージとか、も本当に2、3行でもいいんです。ぜひ、えー、送っていただけたら嬉しいです。 さあ、そして、9月9日ですね、リア券、また日本に戻ってからやります。この相談者も不定期なんですけど、たまに募集しますので、ぜひですね、この質問者になりたいって方はいらしてください。で、27日、この週末、ちょうどオーストラリアのポートダグラスという地蔵土地で、 えー、うまく、ね、ネットがつながればいいんですけど、ちょっとドキドキしてますが、えー、今半年間コースでスピリチュアル願望達成というのも、えー、やってます。まあ、いよいよちょっと僕のスピリチュアルな側面を、えー、半年間、まあ、1000人1000、100人ぐらいいらっしゃるのかな、方の対象に、えーまあ、ちょっと実験してるというか、まあ、スピリチュアルにどうやって夢を課題っていくのかということをやっているところです、えー。そしてですね、14日、もうこれは、えー、リアルの方はほとんどもういっぱいになっていると思うんですけど、えー、オンラインで。 ちょうどこの20周年のタイミングで、えー、どうやって僕が目標を叶えてきたとか、まあ、実現してきたかとか、まあ、あとはその人生を次元上昇させる力というのがあると思うんですけど、それをどうやって使ってきたのかということを話していきます。えー、17日はお金の話。えー、いよいよ <laughs>、ここからですね、えー、お金も相当 えー、いろんなことが起きるんじゃないかなというふうに思ってます。もうこの10月ぐらいから、えー、本格的な、まあ、次のね、新しい時代へのいろんな混乱のスタートが、えー、起きるんじゃないかと思ってますが、えー、何をしたらいいのかって話を、えー、17日にします。えー、そして、えー、9月の30日はですね、これも、えー、もう結構いっぱいな、ほぼほぼいっぱいになっていると思うんですが、 僕の20周年記念、そして娘のステラがですね、えー、今回 CD をリリースしまして音楽、えー、を始めたんですが、まあ、その後ミュージシャンの方たちをお招きして、そのコラボでですね、シティビジョンクエストっていうのを、えー、やってい、えー、きます。まあ、こんな形でね、いろんな、えー、活動日本に帰ったらまたやろうというふうに思っています。で今ね、あの、半年、えー、ずっとこういうことをやりたいと思ってたのが実現し,しつつあって、で、 えー、いろんなとこをね待ってるとこですけど、えー、本当に感じるのは、まあ、日本がね、やっぱりちょっと置いていかれてるというか、まあ、円安もあってですけどもその、いろんなものの値段がすごく上がってるんですよね、世界的に。でえー、このの日本のその経済 がなんていうょと取りり残さされて,るっていいるう寂しさ、えー、もあり日本の給料が上がってないということですよね。まあ、そういう意味では、そのこれから海外旅行とか海外留学する人は大変だと思いますけど、えー、その気がついたら日本がすごく地盤沈下してるということですよね、えー。ハワイに家族旅行で行こうと思ったらえらい金額がかかると思います。なので、コロナ明けたから海外旅行に行こうかと思って、ね、調べたらえらい高いというのがわかると思うんですけど。まあその まあ、そういう意味で日本がすごい一番、まあ、沈下してるっていう反面、まあ、日本っていう国は本当に機能してるなというふうに思いますね。あの政治とかいろいろ文句ある人多いと思いますけど、えでもね、やっぱ世界に行ったらもっと悲惨というかもっとめちゃくちゃですよね。まあ、そういう意味で、まあ、日本もできてないとことか、い、え、け、ー、てないとこいっぱいあると思いますけど、他日本は本当にあの最もいろんなものが機能してる国の一つだというふうに思いますね。 あのそういう意味では社会仕組みとか、えー、格差とかあるいはその街の中に流れる空気ですよね。まあ本当にね日本は素晴らしい国だなというふうに、えー、思います。日本語で生活できること。まあこれからね物価あの上がるのは間違いないと思いますけど、まあ、海外とかに行かなければ、ね、本当に、えー、分からないと思うんですけどもこの日本の素晴らしさっていうのもぜひ。えー そうなのかなって言われてね、あのか感じられるものでもないかもしれませんが、まあ、ちょっと歩いたらコンビニがあるとかね、その外食もすごい安いとか、物の値段がすごい安いとかっていうのも、えー、海外では考えられないことがいっぱい多いんですよね。なので、それを今ちょうど本にしてるので、またそういうところで発表したいと思いますが、えー、この日本に生まれたラッキーさっていうのをですね、今すごく噛み締めているところですよね。 同時に日本人が持っている優しさとか親切さとか、えー、そういったものも世界に発信したいなというふうに、えー、思っています、えー、この間あのルイスっていうすごく有名なあのー、YouTuber にの番組にロサンゼルスで出たんですけど、えー、まだまだ日本で発信する人がす少ないんですよねなので、えー、ぜひですね僕に続いてというか一緒にその世界に、ね、出ていくる人もやっぱりちゃんと この5年間僕が何をやってきたのか、どういうふうにお金を使って、どういうふうに PR エージェントを取って、どういうふうにハリウッドに食い込んでいるのか、まあ、これから、ね、あのいろんな番組をやろうかという話も出ているので、まあ、どこまでどう進めるのか、これから僕も腹決めしなくちゃいけないなと思っているんですけど、えー、世界に日本の作家とか、えー、そのリーダーが発信していくということをいよいよそういう時代になっているなという,ふうに思います。えー、なので <laughs> その55歳の誕生日にあたって、まあ、皆さんにですね、本当にいつも応援してくださってありがとうございますという感謝と、えー、ここから、えー、世界でですね、本当に幸せに発信していくということをやっていきたいというのをまた、えー、ちゃんとお伝えして。 この Facebook ライブを終わろうというふうに思います。まあ、9月はね、いろんなイベント、オンライン、オフライン、えー、あります。お茶会とかもあのいっぱいになったものをお知らせしてませんけど、えー、本田県のお茶会って、すごくあのおかげさまで好評いただいてて、すぐいっぱいになっちゃうので、なかなか一般には公開できないんですけど、えー、そういう機会でね、お会いできるのを楽しみにしております。えー、これは、えーまあ、今年20周年ということもありますし、いろんなところでね、こっそり。 えー、そういうのをやっていきたいなというふうに思ってますので、実際こうやあの、こういうズームっていう形じゃなくてね、お会いできたらいいなというふうに思います。えー、というわけで、えー、あっという間の時間でしたが、えーまあ、今、えー、現在進行形ですので、えー、世界を見てですね、こう感じたってことを本に書いてますので、その本もよかったら、えー、多分電子書籍で出すと思いますけど、見ていただけたら嬉しいです。というわけでですね、ちょうど、あ、もう結構喋っちゃったな。 30分ぐらいでやむと思ったんですが、えー、なりましたので、えー、これで終わりたいと思います。そして誕生日の、えー、コメントも、えー、本当にありがとうございます。まあ、一人二人からでもね、いただけたら嬉しいんですけど、もう本当に数えきれないぐらいたくさんの方たちからいただいて、なんかね、世界中からハートマークが飛んでくるみたいな、なんていうのかな、ハートマークのサワーで、なんか毎朝、えー、こう浄化されてる。 そういう気持ちになってます。本当にメッセージありがとうございます。というわけで、えー、Facebook ライブはこれで終了します。皆さんに、えー、たくさんの、えー、愛を、えー、送り返したいと思います。では、えー、素敵な夜をお過ごしください。そして、えー、世界中、これね、ご覧になっている方は、えー、日本だけじゃなくて世界中にいらっしゃると思うんですが、えー、この日本文化に生まれたものとして、日本文化を共有するものとして、本当にね、日本文化の良さをぜひ皆さんで伝えましょうよ。 あの僕みたいな人たちが何千人何万人って必要だと思います。そのためには、やっぱ自分のコンテンツに磨きをかけて、世界にね、発信していくことをぜひやりましょう。では、えー、これで終わります。ありがとうございました。またお会いしましょう。